術者同士の戦いは連合軍が制した。我らが崩すべき地は卑弥呼が守っておるそうじゃ。どう？とりあえず眼前の敵に当たるかね。紹介、集隊、頼んだよ。私は英才の誉れ高き将四季だ。存分に期待してくれて構わないよ。俺は出る。うちは賢いとこ見せたる。トキちゃんにおらんでも一人でできるねんで。終わらせます。見事だ。終わらせる。お前らしい。敵は動こうとせん。となればこっちから仕掛けちゃうかね。周隊は南より、敵本陣を攻め立てよ。紹介は北へ回り込み、後退した敵を撃つのじゃ。一応ご要望に従って差し上げます。ありがたく思ってくださいよ。敵本陣を突っ込む。あの二人うまくやれるのかね。策の行方が心配になってきちゃったよ。あの敵の夫人、さては福栄がいるね。みんな不意をつかれんよう気をつけるんじゃよ。敵が来た。うちの狙い通りや。みんなしっかり頼むで。これで仕留める。油断するな。狙いはわしかね。熱烈な感じ痛み入る。目の前で活躍されても悪くない気分。お前は特別だ。伏兵を解除して。シュータイ、さすがじゃねえ。無口なれど頼れる男、かっこいいよ。あっちゃー、伏兵はあかんかったか。サーナイ、次の策の準備いくで。敵をもっと引きつけな。みんな、そーっと探すわ、そーっと。あの敵の動き、何か怪しいのはあの場所か。ほう、紹介が何か見つけたようじゃねえ。この戦場、俺が混沌に飲み込んでやる。メッス、加減はせぬぞ。やはりここに伏兵を置いていたか。英才教育を受けた私に見抜けないと。ヤカト！次会った時覚悟しろよ。こんなところで負けちまうとは。やるの。おことのような者の服こそ国の礎よ。子供騙しの策を潰しただけだ。この程度誇る気にもならないね。さすがは紹介、木に望み変に応ずできる男じゃねえ。かっこいいよ。あっちゃっちゃ、しゃあないな。最後の策、囲んで叩いて大作戦いったるで。
計なし。戦略も柔軟にいかんとね。紹介、このまま敵本陣を目指し背後より猛襲を。集隊は南側で待ち、火を見て攻撃じゃ。ここで策を変えるのか。思考の凝り固まった古い人間ではないような。敵本陣正面で待つ。おかしいな、なんで攻めてこんのやろ。待ちくたびれてまうわ。ふん、背後の私に気づかないとは愚かだな。今だ、攻め立ててやれ。何？後ろから敵って、そんなん聞いてへん。敵が動揺したな。今だ。うまくいったようじゃね。わしの軍略、今日も冴えとるよ。このままじゃやられてまう。みんな、もう作戦はなしや。本陣に戻ってきて。勝利まであと一押し。油断せずに行くんじゃよ。うちの作戦台無しにしよって。もう許せへん。いてもうたる。目の前で活躍されても悪くない気分。お前は特別いだ。終わりだ。我が棍棒のサビにしてくれるわ。やるの。おことのようなもののこと、国の礎よ。今日の餌は息がいいな。これぐらいにしといてやる。活躍を見せるとは随分な策士ですね。私を奮起させたかったのでしょう。ダックちゃん、ごめんな。大事な場所守れんかった。おことたちの働き、見事じゃったよ。これでユグドラシルへ一歩近づけたかね。卑弥呼が撤退して敵は浮き足立っている。無事なんとかなったね。紹介に集隊、おことたちの活躍のおかげじゃよ。うまくいきましたね。よしよし、この調子だね。